はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の日出明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はこういう検証をしてみたいと思います。はい、ひげおやじのですね、創価学会の日韓の曼荼羅本尊のピラ事件ですね。はい、なんか日韓の曼荼羅本尊の写真になんか、ちょっとなんかいたずら書きをしたようなことを書いた、そのビラの事件ですね。はい、それのお詫び登山、そして神と私物化の検証をですね、してみたいと思います。はい。2010年代のことなんですが、このひげおやじがですね、創価学会の日韓の曼荼羅本尊にいたずら書きをした ビラですね。なんか目玉を描いたような、そのビラをですね、なんかこう大量に印刷した。話によると、なんか数十万本なんか印刷したってことなんですけどね。はい。で、そのビラをですね、もう大量印刷して、それをそのひげ親父軍団のメンバーの人たちに配布をさせていたということなんですよね。はい。で、別に配布するのはいいんですけど、しかしながら、このビラがですね、日蓮宗宗の宗務院から一般配布を禁止されていたと いうことだったわけなんですよね。はい。ところが、ひげ親父はですね、これ、日蓮宗宗の寺院から一般開放禁止されていたのに、ところが、ひげ親父軍団のメンバーに対してはですね、このひげ親父は、宗務院とか、その寺院、つまり妙祖寺ですね、から許可を受けてやってるんだというふうに、偽っていたと いうことなんですよね。はい。で、このひげ親父軍団のメンバーは、ひげ親父の言葉を信じて、そのひげ親父作成の曼荼羅本尊のビラを、一般に配布していたということなんですよ。はい。じゃあ、結局的に、そのひげ親父軍団のメンバーは、ひげ親父に騙されてしまっていたわけなんですが、じゃあ、なんでそのひげ親父の嘘に騙されてしまったのかというとですね、こういう話なんですよ。このひげ親父軍団、つまり、法華経妙想寺支部全国地区のメンバーというのは、全国各地にいるんだと。はい。で、ひげ親父はですね、全国各地に、メンバーに会いに行ってですね、いろいろ指導したり、現地 指導なんかしたりしていると。全国を行脚していると。全国行脚しながら、こう、指導して、会員にその指導しているということなんですよね。しかしながら、その妙想寺の住職は別に全国に来るわけじゃないと。はい。だから、このひげ親父軍団のメンバーの人たちは、ひげ親父の指導イコール妙想寺住職の指導だと思い込んでいたと。こういうことをおっしゃっていらっしゃるわけなんですよね。はい。で、結果的にそのひげ親父に騙されてしまったと。こういうお話でございます。結果的にですね、その 宗務院とか、その妙想寺から許可されてないビラをですね、あちこち撒いてるわけですから、それが、その妙想寺の耳に入るわけですよね。で、それが、こういう禁止されているビラの配布が妙想寺にバレるわけですよ。そうすると、その、なんでこんな禁止されてるビラを撒いてるんだっていうことで、その妙想寺の住職が激怒したと。要するに怒っちゃったわけですね。はい。で、片一方はですね、この実際にこのビラを配布していた、そのひげ親父軍団のメンバーの人たちはですね、そのビラ配布が禁止されていたということを知らなかったと。いうことですね。ひげ親父は、そのメンバーに対しては、そのビラ配布は許可得てやってるんだというふうに嘘を言ってたわけで、で、実際に巻いて、ビラを配布していたひげ親父軍団のメンバーは、後から、その巻いた後からになって、このビラ配布が禁止されていたってことを知ったわけですね。
そうしたら、そのひげ親父に騙されていたということで、そのメンバーの人たちも怒ってしまった、激怒してしまったということなんですよね。はい、で結構これでその大きな揉め事になったと、まあこういうことでございます。それでですね、このビラ事件について、まあそのなんでその厩務員が許可してないビラを撒いてるんだということで、妙正寺の住職とひげ親父がですね、日蓮宗宗の厩務員に呼び出しを食らったということなんですね。はい、でその呼び出しを食らったその日に、その法華経妙正寺支部の信者さんがですね、大石寺に集合するよう号令が出たと いうことですね。だからその日に、その支部総登山会が実施されてですね、大石寺でこのビラ事件の説明会、だから指導会だからよくわかんないような、その会合がその行われたと。いうことなんですね。はい。で、まあ、説明会だか指導会だかよくわかんない 会合の前に、その、ひげ親父と、妙正寺住職の二人がですね、その、日蓮宗宗の宗務員、まあ、大石寺にあるわけですけどね、日蓮宗宗の宗務院に登庁してですね、まあ、そこ行って、その宗務院の役員にお詫びをしたと いうことなんですよね。はい。で、それで、まあ、この二人はですね、宗務院に登庁して役員にお詫びしただけに終わらずに、さらに引き続いて、大石寺の大坊で、日如法師に目通りしたと。まあ、面会したわけですね。で、その日如法師にもお詫びをしたと。いうふうに、まあ、ひげ親父が、その、信者さんの前で言っていたって言うんですよね。はい。で、まあ、まあ、宗務院に登庁して、まあ、呼び出されたんだから、宗務院に行ってお詫びをしたっていうのは、それは、まあ、そういうことは、まあ、本当に、まあ、あったと思うんですよ。うん、それはその通りだと思いますよね。で、続いて、その日如法師に、まあ、目通りしたかどうかっていうこと、まあ、ひげ親父は目通りしたというふうに言ってるらしいんですよ。で、その、これ信者さんは、どうしてそこに不信感を持ってるかっていうと、その、実際に、その、怒られに行ったと。だから、禁止されていたビラを、撒いていたことがバレちゃって、お詫びに行ったと いうのに、その、ひげ親父は、その時に、日如法師から、折伏は勢いが大事だからね、というふうに激励されたと いうふうに言ったって言うんですよ。はい。だから、お詫びに行ったはずなのに、なんでひげ親父が激励されるのかと いうことで、ひげ親父軍団のメンバーの方が、まあ、大変にお怒りであるということなんですよね。で、じゃあ、本当に、日常ホストのところにお目通りに行ったんでしょうかね、なんていう話なんですけど、まあ、これはね、まあ、行ってる可能性の方が高いと思いますよね。だから、まあ、禁止ビラを配布していたのがバレて、それで日蓮宗宗の宗務院にちょっと来なさいというふうに呼び出してくらって、で、妙正寺の住職とひげ親父がですね、宗務院に行ってお詫びをしたと。まあ、おそらくそれでは終わらないと思いますよね。やっぱり、お詫びする方は、だから正義を見せたいという気持ちがあるでしょうから、まあだから、日日ホスに目通りをして、日日ホスにも直接お詫びをしたと、いうことはあったと思いますよね。はい。まあだから、それはまあその通りじゃないかなというふうに思いますよ。はい。ただまあ、日日ホスが、着服が一回は大事だからね、つって言って、ひげ親父を激励したって言うんですよね。だそれが納得いかないと。いうことで、そのメンバーの方がお怒りであるということでございます。はい。そして、その妙正寺住職とひげ親父が、日如法師と 宗務院でお詫びした後にですね、大石寺の塔頭坊、宿坊で行われた、まあ、説明会だか指導会だかよくわかんない その会合が行われて、まあ、一連のこのビラ事件の経過説明が行われたと。いうことでございます。で、その場で、
まあ、妙正寺の住職が、まあ、居並ぶこの信者さんが、まあ、たくさんその前にいるわけですよ。信者さんの面前で、ひいおやじを激しく叱責していたと。まあ、怒ったということなんですよね。まあ、怒ったということなんですよ。はい。で、まあ、この事件は、まあ、こういうことで、事件そのものはこれで一件落着したんですが、これでは、納得がいかない信者さんが、妙正寺から他の寺院へ、移籍するケースが続発したということですね。まあ、なんでも300人以上の人が、移籍したということですね。さらに、それにとどまらず、まあ、日蓮宗宗から離脱して、他の宗派に移った方も続発したと。まあ、なんか、日蓮宗宗から離脱して、まあ、いろいろあちこち転々として、今は、保田妙本寺にいるっていう方もいらっしゃいますよね。はい。で、なんで、この離脱した方は、納得いかないのかということなんですよ。で、どういうことが、納得いかないかということなんですが、つまりですね、ひげ親父は、信者さんに嘘をついてビラを配布させていたわけですね。本当は宗務院とか日蓮宗主の寺院からこのビラは禁止、配布しちゃいけないというふうに言われていたのに、いや、許可をもらってやってるんだっていうふうに言ってビラを配布させていたわけですね。で、ビラを配布したのはこの騙された、ひげおじ軍団のメンバーの方たちなんですよ。で、そのひげおやじは、日尿保津とか、宗務院の役員とか、妙正寺の住職には、お詫びしたということなんだけども、もう全然信者さんに、謝罪をしないと。なんで謝罪をしないのか、ということなんですよね。で、ひげおじはやっぱり言い訳をしたらしくてですね、なんでそんな嘘をついたんだって言ったら、そのビラを、数十万部印刷して、どうしても 全部配布したかったから、そういうふうに言ったというふうに、信者さんの前で釈明したって言うんですよね。で、それがやっぱりちょっと納得いかないと。いうことで、ひげ親父と、たもとを分かったと。まあ、こういうことのようでございますね。はい。さらに、その続きがあるんですよ。で、法華経、妙正寺支部、全国地区から他の寺院に、まあ、移籍したいというふうに、移籍希望を、の信者さんに対して、ひげ親父がですね、またね、他の寺院に移籍したら、地獄に落ちるというふうに、もう、執拗にもう、脅かしてきたと、いうことなんですよね。で、そしたら、そんなだって、なんで地獄に落ちるんですかって。で、またそれを妙正寺の住職に言ったら、妙正寺の住職が、そんなことは言うのはおかしいと。だから、寺院を移籍するので、知るだけで地獄に落ちるとっていうふうに言うのはおかしいというふうに、指導したから、もうそういうことは言うのはやめなさいというふうになったらしいんですよね。はい。ところが、実際は、ひげ親父は、こういう移籍したら、地獄に落ちるぞ、という、信者さんに対する脅かしみたいな、指導をですね、まあ、今日に至るもうやめていないと、まあ、いうことのようでございます。はい。だから、まあ、移籍したら、地獄に落ちるぞとかで、やめたら地獄に落ちろって言ったら、もうね、池田大作人の言ってることは変わんないわけですよね。はい。そうすると、結局ね、そうやって執拗に、もう、法華経妙正寺支部全国地区、つまり、ひげ親父の傘下にとどまれと いうことを、要するに要求してるわけですね。まあ、強引に引き止めようとしてるわけですよ。はい。で、これなんでこういうことをしてんのかということなんですけども、つまり、ひげ親父はですね、その妙正寺支部全国地区のメンバーを、この人たちは俺の信者なんだと。俺のもんだというふうに、考えてる。つまり、信者を私物化してる わけですよね。はい。だから、
その信者さんに対して、そのいろんなその DVD をなんか売りつけてるとかですね、なんかその仕事で、なんか法華経を使ってですね、なんか仕事をしてるとかですね、つまり、まあ、その信者さんを自分のもとに置いて、それでその自分の商売に利用してるんじゃないかと、私物化してるんじゃないかと。まあ、こういうことを言われていてですね、ますますそのひげ親父の元にいるのは嫌だと、まあこういう話になってるんですよね。だからまあ、この私物化っていうことになるとね、本当に、まあ困ったことになりますね。結局ね、だから、その、ちょっとその釈迦布教成果があると、それは俺の、その信者は俺のもんだって話になって、そんな創価学会とか、あっちと同じこと言ってるんだ、本当に。だから、結局ですね、まあ、日蓮宗主自体がね、まあ、最高指導者のホスがですね、なんかその、日蓮宗主っていう宗教法人そのものをですね、なんか半分私物化してるようなことやってますよね。結局そこにも問題があると思うんですけども、まあ今度釈迦布教成果があって、信者がどんどん増えた、その信者は俺のもんだっていうような感覚になって、それで、他の寺院に移籍したいって言ったら、別のそんなことしたら地獄に落ちるぞって言って、もう強引に自分の手元に引き止めようとする。よくないですね、これ。というところで、まあ、この問題っていうのは、こういう小さい問題にとどまらず、やはり日蓮宗主の全体の問題っていうのがあって、やっぱりそういう中で起こってきてるということだと思いますよね。だから、結局、まあ、ひげ親父の問題もあるし、まあ、あるんだけども、まあ、元はやっぱり日蓮宗主の問題がある。その中に、やっぱりこのひげ親父の問題があると。いうことではないかなと思います。ということで、今回の動画は締めくくってみたいと思います。ご覧になられました皆さんはどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。